平等院テンプル地図平等院テンプルは、アメリカ合衆国ハワイ州のオアフ島、カネオヘにある、仏教施設。日本の宇治市にある平等院法王堂を模した、建築物である。コーラウ山脈の麓に位置する民営の公園墓地、バレー・オブ・ザ・テンプルズ記念公園内に位置する。本校では、同メモリアル・パークについても言及する。1968年6月7日、 ハワイへの日本人移民100周年を記念してバレーオブザ・テンプルズメモリアルパークの採用部に混流された。建設を計画したのはメモリアルパークを運営するポール・ダブリュー・トラウズデルである。平等院テンプルはコンクリート製で宇治の平等院を縮小したスケールモデルである。建設には1万枚のコンクリート260万ドルの 費用と3年の歳月が費やされた。建物内部には9フィートの阿弥陀如来座像が安置されている。金箔を施した、この仏像は日本で、マスゾイヌイによって制作されたものである。平等院テンプルは、メモリアルパークに付随する施設であって、布教活動を行う寺院とは異なり、また特定の宗派に属するものではない。建物内の壁には、根流に賛同した。 諸宗派のシンボルマークが飾られており、仏教や教派神道の宗派の門のほか、キリスト教の十字架も掲げられている。平等院テンプルの周囲には2エーカーの池が巡らされており、建物の手前には長い橋が架けられている。池には鯉が放たれているほか、国鳥や孔雀が飼われている。また、敷地内には首老、あずまや、茶店、日本庭園などがある。 平等院テンプルは、ハワイの住民や日本からの観光客によって、しばしば結婚式場として使われている。また映画や、テレビドラマのロケ地としてもしばしば利用されており、ハワイ語のゼロや、私立探偵マグナムでは、プロットの中に登場するほか、ロストや、シークエストでもロケに用いられている。映画、パールハーバーでは、宇治の平等院に見立てて撮影された。 バレオブザ・テンプルズ記念公園は1963年にポール・トラウズデルによって開設された民営の公園墓地である。仏教に限らず様々な宗教を持つ人々のための施設であり、メモリアルパーク内には仏像のほか、キリストの受難像や聖母マリア像、聖人像などキリスト教のモニュメントもある。埋葬による家族墓、個人墓のほか、 仮葬による遺骨の納骨や散骨など様々な創生オプションを提供している。記念公園には様々な出自や信仰を持つ人々が葬られており、政治家のオルター・ディリンガムのようなハワイの名士の墓もある。平等院テンプルを見下ろす丘の上には2001年にホノルルで死去した超学寮の墓がある。1989年にホノルルで没した。 フィリピンの元大統領フェルディナンド・マルコスが最初に葬られたのも、平等院テンプルを望む、個人用の墓であった。ABC 平等院テンプル、公式サイトトップページ ABC 平等院、オアフ観光局 AB ザ・アミダ・ブッダ、平等院テンプル公式サイトハット FAQ、平等院テンプル公式サイト、ハワイウェブ TV 平等院 YouTube、 ハットメモリアルパーク公式サイト http コロンスラッシュスラッシュ www.pbase.com スラッシュイメージスラッシュ46466742ウェアプレジデンツレストインピースアーカイブド2012年7月28日アットザウェイバックマシンありがとうございます